待ちよし来た勝つでやめた離れる立派ですね立派一杯よ。空軍終わないよ。多分興奮だよ。私が離れてよろしく。こいつやえぐいな。頭悪そう。10秒無駄にした10秒。わいいこと言うそうもうここが一番安全ですはいなのに傭兵がいる意味わかるいいこと言うもうみんなマジで俺の放送見てさ意識高まったね今一番安全なのどこここ地下であるにもかかわらずなのに譲らない傭兵だってハンター見てやめたんだよここ戻ってくる戻ってこうへんでしょやべ義士が鬼チェしてるじゃん救助してぶち込みてぶち込みてってなんか変やけど今日マインクラフトのさ実況あげたんでみんなよかったら見てくださいはい編集してて気づいたけど俺目標なんだっけなってちょっと考えてたんですよそしたらチンコドームっていう発言してましたね僕の目標はチンコドームでしたみんなよかったら見てくださいねちょっとこの義士さんやばいなこれ録画してみたいねいいねあの他人のさめちゃくちゃ持ったチェ録画いいや録画いいもうなんか褒めたらダメだなうん最初指名手配やから救助いけないですねない入れないあのワープを入れないこの銃あったからこそやでみんなはいプリプリどうやろこの銃あったからこそですよいいみんななぜ俺が言ったと思うまず妻子があそこでさちょっと止められてるからフォローは必要じゃんあと興奮の可能性否めないからね突っ込むしかないですねへへへへへもう君のそのくさくだらない意思は全部わかってるぞ俺は全部わかってるでさらに俺加速して逃げるからねごめんねはいもう君のそのくだらない意思はね全部わかってるから俺くだらないやり方は全部こっから向こうまでは釣れないでしょもう無理だよ君にははい寸止め完了でしょ OK ナイスもっと細かく言うとついさっき興奮使ったからさ瞬間移動の可能性ないんだよだから祭祀と義士を回復し合う必要なくて解読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 異常に変えたんかなで人形にあげられちゃってこれ絶対あいつでしょ
降参したらもう、あどうやろ、絶対、は誰、その説を、その説を彼が崩すかどうか。今日なんか目覚めとるわ俺、めっちゃくちゃ。オフの可能性ありますね。我チェイスす。今全然義士のあの定型文見れんかったわ。ハンター目標を変えたのか何なのか。傭兵が早く逃げてって。窓をまたぐ声聞こえた。マッパで、マッパでミーミーね。これ俺の案を思い出すわ。人探して全然見つからない。こんばんはです。今の鬼火の動きってそうだよね、誰かに釣られていったやつみたい。これ興奮ですね。オフェンスタックル戦があったらいいかな。いや超平和、平和すぎてやばいわ、平和すぎてやばい。パッと解読しよう。ということで救助も何も全て先打ち、銃先打ちしないといけない。逃げるぜお前ら、逃げるぜ。今の当たるとは思わなかったな、さすがにこの俺でも。今の当たると思わなかったな、さすがに俺でも。今の当たると思った。今のあの窓は当たると思わなかったわ、これ。加速しても当たらんやろ、だって関係ないやんか。義士1台とあと1台2台、あと義士が俺の引き継ぎですね。傭兵ナイス、いいね。俺さあれ取ってんだよね、あれ取ってんだよあれ。何、異常したもしかして、異常と歌手で撮ってる、歌手が出んかった今、異常変えたかもしれん。結構いい音してた。義士が俺の引き継ぎできてないかな、うん、義士がカラスを回せながらしゃがんでると、はい、負けありますね。あと2台、義士が人形であげてくれんと。これ残り暗号機がさどんだけ進んでるかを知りたいんですけど、良平さん、義士俺を守ってくれた方がいいと思うわ、さすがに。最後の暗号機あの傭兵が上げりゃいい話だから。ほら 71% じゃん。で義士がなんかね解読進まないのに解読しに行ってると。43% をねなぜか解読すると。
ナイス、でかい。この解読集中したはオフェンスのタイミングであって俺のタイミングじゃないから俺は死ぬ可能性ある。しょうがないか。義士で平和になり義士で不穏になる。傭兵が鬼火を食らいました。はい、いけるかな。ナイス。もうあれ何変えたんやろ。やっぱ異常、ね、やっぱ異常なんかな。